ダンスビュー7月号 DVD をご覧の皆様、こんにちは、森脇健児です。的場美久です。前回の出演が2018年の8月でした。それを考えると2年ぶりの登場となります。はい、テーマは、ポジティブチェストという内容で皆様に解説させていただきました。まだご覧になってない方はこちらの DVD で勉強をしてください。買ってください。はい、で前回はまあタンゴでしたので、今回の種目はワルツで、そしてテーマはシームレスワルツということでやらせていただきたいと思います。まあシームレスということは、はい、つなぎ目のない、滑らかなムーブメントをどう作っていくかということを、今回の DVD で説明させていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。今回のテーマはシームレスワルツということですが、先ほど言ったように滑らかに踊るためのコツということで、はい、今回はですね、下半身の動きについて、説明していきたいと思っております。前回までは比較的上半身の話ですね、先ほど言ったポジティブチェストなど上半身の話が多かったんですけれども、少し今回は下半身について説明させていただきます。まず第一に、滑らかに踊るためにはこの体ですね、ボディが、床に対して垂直にスーッとこう滑らかに動いていく、こういう動きが、滑らかな動きになると思うんですけれども、我々踊っているとよくまあレッスンで、床に一歩一歩しっかり乗りなさい、乗りなさいってレッスンで言われますよね。そうですね。それを、まあもちろんしっかり乗ることは大事なんですけれども、そこに注意しすぎてしまうと、まあどういうことが起きるかというと、まあ片足に乗ろうとして、こう上半身が横にぶれてしまったり、こう横から見るとですね、前後でこう前後にぶれてしまったり、こういったことが起きます。で、まあでもなんでみんなこうしっかり乗りなさいの、っていうふうに言うのかというと、その乗るという行為は自体は合っているんですけれども、その乗るところから乗るところまでの間に何があるかということですね。それがまあ間には中間バランスって、まあよく聞いたことあるかと思いますけれども、まあ横から見ていただくと分かるかと思いますが、だいたいこの例えばロアした時なんかだと膝腰ということで、この中間に足と足の間に体があるということですね。この足と足にいるところから次の足と足の間、そこまでに行く間にこう乗るという動きがあって、また次の足と間、足と足の間、ここに行くことが、ここに体を持っていくということが今回の大事なポイントになってきます。ということで、シームレスに踊るために意識することは、僕らの中では足と足の間から次の足と足の間、要はセンターから中間バランスから中間バランスに移動するということを意識してやっていただければと思います。あとは何かありますか？そうですね、女性の場合はやっぱりヒールがありますので、必ず特に交代なんかの時にはヒールを通過しているっていうのもちょっと間に入れていただけるといいかなと思います。はい、もちろんバランスは中間から中間まで自分の体重動いていくんですけれども、ヒールを通過しないとこれまたおかしな動きになっちゃいますので、はい、ここもちょっと補足でやっていきたいと思います。で、まあ、今見ていただけるとこう一歩一歩がこう乗ってしまうと、上半身今見ていただけると分かると思いますけど、倒れてますよね。なので下がるときなんかでもまず意識するのは、ウイスキーのジョニーウォーカー、皆さんご存知ですよね。その、ラベルのこう歩いてるちょうどこういう中間バランスですね、こういうバランスのところから、次の中間、ここが一歩だと思ってください。一歩は
一歩の定義っていろいろあると思うんですけれども、そう、この一歩が右足から左足ではなく、足と足の中間から次の中間、ここが一歩だっていう、こう意識を持っていただけると、今日のお話は非常に分かりやすくなるんじゃないかと思います。それではステップの方で、解説させていただきたいと思います。7、2、3、8、2、3、1、2、3、2、2、3、3と2、3、4、2と3、5、2、3、6、2と3、7、2、3、8、2、3、2、2、3。それでは実際にステップで解説させていただきたいと思います。まずグループ1の方から、シャッセクイックオープンリバース、そしてあとスローアウェイオーバースウェイについて説明させていただきます。まずはシャッセクイックオープンリバース、では実際踊ってみます。シャッセクイックオープンします、はい、ここまでですね。では違う角度からもう一度、はい、お見せします。ここまでですね、はい。まずシャッセ PP からのシャッセですね、ここのまず悪い例、がですね、先ほど言っていたように一歩一歩が、右足から左足、左足から右足に乗ってしまうという状態です。ちょっと悪い例をお見せしたいと思います。この PP からまずこちら左足、ずっとどんどんこう突っ込んでいってしまう状態ですね。こっちからも悪い例も PP からどんどん足の方、次の足の方に乗っていってしまって、相手を倒したり押したり引っ張ったりしてしまう状態が、これがさっき言ったしっかり乗ってはいるんですけど突っ込んでしまっているような状態になってしまいます。そこで意識することは、先ほどシームレスに踊るために
言いました真ん中から真ん中に踊っていくということをちょっと意識してやっていただけるといいと思うんですが、まず一番大事な最初の PP からの一歩目、まず女性を見ていただくと分かるかと思うんですけども、PP からこの出た時ですね、ちょっとだけスカートを上げていただいて、このように、足と足の間ですね、この2人が PP から一歩出た時に本当にこう体、みぞおちに向かって、この両足からみぞおちに向かって支えがある状態です。これが乗って、最初に乗ってしまうと、そう、この乗ってしまうと支えはなくなってしまいますね。まず一歩目、キャッチした時には、しっかりとこの中間バランス、みぞおちに向かって、なんていうんですか、三角形、ね、足の両足から三角形がこう垂直に伸びている。それから乗る状態ですね。そして次のここまで、ここまでを一歩として意識していただきたいです。で、ここもちょうど中間バランスになっている状態です。ね。ここが意識としてはまず大事で、まずキャッチした瞬間はこの高い中間。それから乗っていって次の中間。そして次のシャセの上がっていた時も、ここも中間。それから揃えても中間。こういう状態になるといいと思います。このシャッセというのは足を閉じる、そして最後開くってアクションがありますけども、この閉じるときも同じように、最初この移動しているときは中間から中間へ行ってましたよね。で、このシャッセで足を閉じるとき、これも体重がこう前に乗っていってしまうのではなく、ここからこの溝落ちに向かって、真ん中にスッと伸びていく。それからまた足がこう開くという意識をしていただけるといいです。前からこう前に乗っていってしまうのではなく、どんどん真ん中から次の真ん中。こういう状態になっていくといいと思います。